追いけば11レース、交流重賞のレディースプレリュードです。能力偏差値ですが、S ランク1等、B ランク1等、C ランク3等のレースになります。統一指数とグラフによる能力適正判断の有用性を確認してください。交流重賞では中央勢、立ち馬との能力比較が武器になります。これから偏差値上位馬の適性分析を指数グラフで解説していきます。最後に適性を反映しました予想印を公開します。指数グラフの見方ですが、指数は青線になります。黄色線は連帯目安のラインとなります。まず暫定20丸打ちました能力偏差値1位、7番の馬からです。2走連続で黄色線を上回る指数を出しています。両方とも、黄色線を11以上上回る優秀な指数です。能力的には頭一つ抜けていると思います。前場比較してみますと、この馬の橙色が頭一つ抜けていることがよくわかります。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸、今回は1800になります。優秀な指数の前走ですが、1004でした。同じく優秀な指数の2走前は1006です。12月の阪神1008では非常に低指数となっています。1008は長い可能性が高いと思います。距離を見ていきます。一攫通過順位はオレンジ色の四角になります。優秀な指数の金2走ですが、いずれも4番手からの競馬になっています。前目につけてのまくりちょい差しがいいタイプだと思います。ここで先行力分析シート見ておきます。一攫通過順位ですが、逃げ馬が1頭、先行タイプが4頭です。ミドルペースを予測します。客室による有利不利は少なそうです。新機能の展開分析シートに切り替えます。この馬の先行力ですが、72で4位、上がりの足は47で3位になります。ここは前身につけて上位出しするには、まずまずの上がりの足を持っています。展開面は若干のプラス評価していいと思います。上適性を見ていきます。開催場は指数の上の漢字になります。ここは川崎になります。指数の上の、数字だと、当地方位を表します。4走前の方位で高指数を出しています。方位適性は問題なさそうです。次に暫定丸を打ちました能力偏差値2位の3番の馬になります。2走連続で黄色線を上回っています。能力的には、先ほどの7番には若干劣ると思いますが、連帯確率は相当高いと思います。距離を見ていきますと、高指数の前走2走前ともに1006です。12月の阪神1008では指数を落としています。1008は若干長い可能性が高いと思います。展開面見ておきますと、高指数の前走2走前ともに6番手からの競馬になっています。中段より前目からのちょい出しがいいタイプです。新機能の展開分析シート見ておきますと、この馬の先行力は46で8位、上がり指数は56で2位です。中段より前目につけることはできそうです。ちょい差しの足も十分にあり、展開面はプラス評価していいと思います。馬場状態を見ておきます。馬場状態はグレーの丸です。この馬ですけど、両馬場で指数を落とす傾向があります。明日も両馬場ならマイナス評価した方がいいと思います。次に暫定黒三角っております。能力偏差値3位、2番の馬になります。3走前に黄色線上の指数をマークしました。
能力的には上位2頭からは一歩劣ると思います。距離を見ていきますと、指数の合わせがピークとなっている3走前は1004でした。昨年11月の船橋1008では指数を落としています。1008は若干長い可能性が高いと思います。展開面見ておきますと、高指数の3走前は5番手からの競馬でした。中段より前目からのちょい出しがいいタイプだと思います。この馬の先行力ですが、74で3位。アガリシスは41位で6位です。ここはちょい出しするには、ちょい出しする足は評価できません。展開面は若干のマイナス評価でいいと思います。次に暫定白三角っております。8番の馬です。2走前、5走前と黄色線を上回りました。特に、この5走前、11月の JBC では黄色線を10上回る優秀な指数です。能力的には上位2頭と同等だと思います。距離を見ていきますと、指数の合わせがピークとなっている2走前、11月の JBC ともに1008です。1008は適距離だと思います。展開面見ておきますと、指数の青線がピークとなっている2走前は後ろからの競馬。11月の高指数は8番手からの競馬です。後ろ目からの差しがいいタイプです。この馬の先行力ですが74で、61で8番手、上がり指数は44で5位になります。上がりの足は大きく評価できません。展開面は若干のマイナス評価をした方がいいと思います。以上、適正分析を考慮しました最終予想印になります。本命20丸打ったのは7番です。能力偏差値トップの S ランクです。距離にリスクはありますが、展開面、上適性の面で高評価しています。対抗丸を打ったのは3番です。能力偏差値は B ランク。距離にリスクがありますが、展開面で高評価しています。馬券の方ですが、20丸打った7番を軸に、相手は丸を打った3番、黒三角8番、白三角2番まででいいと思います。